県内ではインフルエンザの患者が増加し、今日流行期に入りました。県によりますと、今月11月11日からの1週間、県内でインフルエンザと診断された患者数が1医療機関あたり 1.03 人となり、国の目安となっている1人を超え、流行期に入ったと発表しました。流行期に入るのは、新型コロナ前と比べ、2週間から4週間ほど早いということです。県は、手洗いや咳エチケット、こまめな換気などを呼びかけています。